ャンネル。こんにちは。今回ですね、はい、まあ、前回も出したんですけど、あの現役ドラフトについてのその後みたいな、はい、その後あ、なんかちょっと話がね、そうですね、気になったりとかありましたかね、はい、だからまあ原監督はね、その現行の8月案にも反対してましたし、はい、原監督は確か3月案だったかな、はい、そのキャンプオープン戦終わったシーズン前にっていうね、うん、ところも声出しましたし、だから原監督が言ったことで言うと、はい、その8月にもし現役ドラフトをすると、はい、サインも変えなきゃいけないっていう、あ、その選手が言うとサインも、あ、もしジャイアンツだとね、はい、あ、ジャイアンツこんなサインでやってますよっていうのがバレたら、バレちゃうから、だから8月にチームのサインを全部変えなきゃいけないですよ、うんうん、システムを、はい、でもって言ったら投手の癖、はい、ああ教えちゃう、この投手の癖こう出てますよとか、はい、だからやっていきましょうねってなった時に、もその選手がその情報を知ってる選手が移籍した場合、はいはい、でもその選手がもし当事者だったら、あ、なんとかさん癖出てますよと、うん、ジャイアンツこういう癖出てってミーティングしてますから、だからジャイアンツ戦打たれるんですよって、癖直した方がいいですよっていうのも、はい、秘密漏洩がシーズン中って行われるわけですよ、はい、でその選手がどの機密を持ってるかは分からないですけど、はい、その危険性ってその8月以降って優勝に向かっていくじゃないですか、はいはい、それを考えるとやっぱ危なくないかっていうのが、あ、まあ、原監督の意見なんですけど、いや、ただ、うん、トレードもシーズン中じゃないですか。そうそうです、でもトレードは、はい、そのなんていうんですかね、だからそこを知らないような人を出したりするんですか、うん、あー、そこのまだ、まあ、確かにトレード出す人って、うん、超主力じゃない、あ、そう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 、あとは8人ぐらいだったら、はい、結局はシーズン後の戦力外に向けたちょっと早めの戦力外通告みたいな感じになるじゃないですか、はい、だからそういうのが、うん、だからそこから取ったとしても、うん、その優勝に向けて使わないっていう、はい、うんうんうん、まあ確かに苦しい、そこが苦しいっていうところで、はい、僕も正直その案は、うん、原監督で言ってることはもっともやなって思うんですけど、はい、まあそもそもがですね、はい、そのまあ、メジャーのルール5っていうのは、はい、そのまあ40人枠から外れた選手の中で取るんですけど、取る方にもリスクがあって、うん、取ったら40人枠に必ず入れなきゃいけないんですよね、はい、でだからメジャーで使うっていうのを大前提で取るわけですよね、うん、でも日本は取っても使わないまま引退っていうのを考えられるわけですよ、はい、でそうなってくると、その僕は選手会に言いたいんですけど、うん、だからこれ選手会に物申し系ですね、おー、はい、で選手会のそのこの現役ドラフトを使う大義名分が、はい、そのチームじゃ試合に出られへんと、うん、他のチームに行ったら試合に出れると、はい、だからそのチームにいることで選手の不利益になるから、うん、チームを移って試合に出るための現役ドラフトなわけじゃないですか、はい、一番のね、うん、居場所をより良くするための現役ドラフトですね、そう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 、たかが8人、はい、そんなやつ選ばれませんよっていうはい、はい、そのうん、だからいわば、いや、いい、多分8人、はい、喉から手が出るほど欲しい選手、うん、ほぼ出ないと思うんですよ。いや、まあそうですね。ああ、だからそもそも選手会の理念から外れてるんですよ、うん、このルールっていうのは、うんうん、で球団側もそんなに相手に有利になる選手出さなくないですか。いや、出さないです。だから本当に、うん、多分8月だったら戦力外になってるんで、はい、戦力外になる選手をもう出すだけなんですよ。いや、そうですね。ってなってくると、多分選手会の理念としてもある買い殺しを防ごうっていうのが大前提なんだったら、はい、そんな8人、買い殺しも何も、うん、もう気になる選手ですよっていう、大げさに言うとね。いや、そうですね。これ前の、ね、動画でもね、言ってましたしね。さっき言ったトレードに出した方がいい選手って、ちょっとネガティブワードと思いきや、うん、これはもうポジティブワードなんですよ。ああ、いい選手いたねーで、うん、終わってしまう可能性があるんですよ、うん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 、ここでもう出してあげた方が本人のためっていう、うん、どこも活躍して試合出れたらどこも一緒なわけですよ。まあまあ活躍することが第一ですからね、はあ、トレードが成立する可能性があるチームから、はい、今の旧チームに足りないところを戦力補強した方が、はい、チームとしてもいいと思うんですよ。まあまあそうですね、活躍するのが一番ですもんね、うん、そうですそうです。でもそのまず理念、このルールは、はい、その理念とは全く整合性取れてないですよ、選手会の皆さんっていう。そこはどうな、そこはどうお考えなんですかっていう、うんうんうん、それだったら1チーム40人ぐらい出してもらわないと、うんうん、もっと幅を利かせる出せよって話ですね。その8人は買い殺しじゃないと思う、はい、
だ球団出す球団側に全くリスクがないわけですね。そう、うん、取る球団にも、はい、ひょっとしたらそこまでメリットないかもわからないのに、うん、全球団取んなきゃいけないんですよね、はい、いらないやつ取っても、うん、しかたいらないやつ取ってそこクビになるんですよ、はい、その選手もバタバタしすぎじゃないですか。いや、そうですね。いや、どうせやるんだったら球団もあこの人出さないといけないのか、でも向こうのこの選手取るからまあウィンウィンだなって思えるぐらいの選手がいないとやる意味ってやっぱないですよね、うんうんうん、だって8人買いだからそこらへん選手会どう思ってんのかなっていう、うんうん、だから僕は選手会側は現役ドラフトっていうのを仕組みとして作った功績を得たいだけちゃうかっていう、すごい嫌な言い方になりますけど、はい、こういうことをやって対策練ってますよ。そう、あとはこういうこうね、現役ドラフトとかを、うん、NPB 側に言って選手会としてもこういう活動してこういう功績ありますよっていうのをしたいだけちゃうかっていう、中身すっかすかだもん正直。おだってね、その、はい、まず8月にこだわる理由もわかんないし。そうですね、うん、前ちょっとこの里立ちチャンネルでも話しましたけど、うん、8月にやる意味っていうのが全くなかったですよね、まあ、原監督が言うのもごもっともだし、はい、まあ、その8月がなんで 8月じゃないとなぜいけないのかっていうのも全くわからないし、うん、戦力外とかが終わった後とか、うん、シーズン始まる前とかもっと違う時期にやればいいじゃん、全然あるのに、なぜ8月なのかっていうところも全くわかんないし、うん、そんな慌ててやらなきゃいけないことかっていう、だから結局は、うん、まあね、選手会だろうが何だろうが、はい、その野球界の仕組みを決めなきゃいけないのは、うん、やっぱオーナー会議っていう12球団の長の方々の賛同を得れないと、基本的には大きく何かを変えることはできないんですよね、はい、ってなった時に、それ中身スカスカにされてるだけちゃうかみたいな、うん、でもそれを事実NPB 側に訴えて、はい、こういうのを選手会としては作ってもらいましたっていう功績だけ得たいために、うん、形だけあって中身スカスカのやつを慌ててやる必要あるかっていう、それだったらもっともんでもんでもんでして、うん、いいものをやった方がいいんちゃうかって思うんですよ。この案っていうのは選手会発祥なわけですね。そう選手会って、私選手会長とかって結構各球団いるじゃないですか、うん、その仕組みもよく分かってないんですけど、うんうん、選手会って誰が中にいるんですか。まあ、基本的にはその12球団の代表である選手会、はい、だから労働組合じゃないけど労働組合みたいなもんっていうね、一応選手主体の。そうそうそう、で、まあ、そこには選手会っていうところのね、事務局長とかもいるし、はい、あ、その弁護士さんとかもいるし、運営してる側もいるわけですよね。そうん、ってことは一応選手会の案ってことは選手会長たちが、うん、あ、いいんじゃないって言ってるってことなんですかね。でも全員、結局全員の意見まで吸い寄せられないから、はい、それはだからあとはね、うん、もうめんどくさいから別にもう、あ、いいですよっていう人もいるからね。あの、選手も従いますよぐらいの感覚で、そうそこまで気合い入れてやってる人が、うん、じゃあ全球団ね、70人として、うん、12球団、じゃあ約800人ぐらいが、はい、ね、結局はそのチームの代議員の賛成をもとに全員が賛成したみたいな感じになりますけど、うん、はい、どこまで真剣に捉えてるかっていうと、うん、もしそれが、いや、これはいいシステムでいい制度や、システム完璧やってもし言うんだったら、うん、はい、俺は逆にびっくり、はい、そうですよねそれを、これを足がかりにして、はい、で、毎年変えていこうっていうんだったら、うんうんうん、まあ、まだ100歩譲って分かるんですけど、はい、もうスタートの中身がスッカスカすぎて、うん、なんか、こんなんでご了承してまでやって、うんうん、いや、目に見えてるけどねっていう。そうですね、うん、選手会発祥だけど、別に今の原案だと選手にとって特にもう状況別に変わんないじゃないですか、うん、選手にも球団にもそんなにプラスじゃないっていう、うん、そうですね、まあ、だったらもっといろんなことを考えながらやった方がいいんちゃうかっていう、うんうん、なんか現役ドラフトっていうのをただ形としてやりましたよっていうのを作りたいだけで、誰のためになってんのかなっていう。確かに、話聞くとプラスになってるところがどこもないっていう、うん、で、大げさに言うとね、記事にも書いてあるとこありましたけど、はい、藤波とか、はい、うん、絶対出てこないですから、その8人っていう、はい、太田大志が日本ハムトレードされましたけど、はい、太田みたいな選手も絶対その8人には入ってこないですから。そうですね、うん、移籍してすごい成功してるわけじゃないですか、うん、で、そういうことが今の現役ドラフトは起こり得ないってことですね。その8人に太田とか入れてもらえない。今回ね、ロッテから、楽天に
トレードされた、はい、あの涌井あ金銭トレード、はいはい、とかも絶対入んないし、で、あの人的保障から外れていった小野とか、うんはい、酒井とかも、はい、絶対この8人には入んないんですよ。入らないですね、まあ、人的保障リストぐらいのリストじゃないと、はい、意味ないと思うんですよ。そうですね、そしたらなんかそっか、人的保障ぐらいのリストを提出すれば買い殺しを防げるっていう可能性はあるんですけど、はい、8人ぐらいじゃん、はい、全然なんかもうだったらほぼトレードと変わんないじゃない、球団同士で。トレードよりひどいと思うよ。だって組んで、もう言い方悪いですけど、うん、戦力外になる可能性があるような選手が並ぶわけですから、うん、そうですよね。え、だったらトレードをもっと盛んにしたらいいんじゃないですかと思っちゃうわけですよ。でもやっぱりトレードの方がいいんですよね。いいですけど、うんうん、でも結局は、うん、お互いの球団が1試合出せないから、はい、うん、だからなかなかまとまらないですよね。そうか、現役ドラフトはもう強制的に必ず一人ずつ取るみたいな決まりがあるからってことですね。だからまあね、あのその FA の人的保障は28人だったかな、はい、ですけど、だからそれを35、まあ、人ぐらいまでにして、だから半分、登録人数72枠の半分ぐらいは最低でも選べる現役ドラフトにしないと、はい、正直そうですね、はい、でその代わり取る方にもリスクを持って、うんうん、じゃあ年間100日は1軍に登録しなきゃいけませんよとか、はい、うん、出す出さないは別として100日1軍登録とかのハードルを やってやるんだったらまだいい風に転ぶかもしれないし、でやっぱりその実施時期はあのドラフトが終わった後、うん、じゃあ戦力外全部終わった後か、はい、原監督が言う3月かの方が僕はいいと思うんですけど、ね、確かに人的保障と同じぐらいの時期だったらほんとスムーズな気がするんですよね。同じようにプロテクトをかけて余ったら払ったねとか、その方が実質的ですけど、8人でね、そんな買い殺しのやつらじゃないから、そういうやつらは。そうですね、うん、だから俺はね、選手会が今やるべきことを俺はもうここで言う、はい、もうこれ言った方がいいっていう、もうあるんですね、あるんです、これ絶対今やった方がいいっていう、うん、それ何かっていうと、はい、選手会でサイン盗みしませんって言えっていう、うん、選手会で選手盗みしません、サイン盗み、はい、だから選手会だから要は、はい、これね、メジャーでサイン盗みのことが今話題になってるじゃないですか、はい、うん、なった時に、え、選手会、メジャーも選手会、うん、日本も選手会から、はい、自分たちは、うん、チームに監督にコーチに、どんなに強要されても私たち選手は、今後一切サイン盗み、をしませんって、うん、よくないですか。おいいですよ、宣言するっていう。そうそう、なんで宣言せえへんのかなって、こんな話題になってんねんから、うん、宣言すれば、うん、それでことは進むわけじゃないですか、うんうん、ね、チーム、はい、選手会として選手全員の総意ですと、うん、そんな卑劣な行為はしませんと、うんうん、監督コーチチームに強要されても私たちは断固反対してしますと、もし強要された場合は告発しますっていうぐらいのコメント出した方がいいんちゃうかっていう選手が、それを出せんってこと、出せないってことはするって言ってるのと変わんないんですよ。そうですね、する可能性あるって言って、はい、だってやれへんのやったら声明出せばよくないですか、はい、そしたらめっちゃクリーンが世の中に発信できていいと思うんですか、うん、そうですね、うん、もう選手自身がやらないって宣言してるんだからもう怒れないだろうっていう、ああそれでやったら、うん、クソじゃないですか。そうですね、その人のちょっと人格というかね、疑われるような感じになりますからね。そうそうそう、とともに選手会ってそこまでも統率取れないのっていうことにもなるし、うん、選手会としてその選手の処罰はあるんですかの話もなるし、うん、ペナルティあるんですかみたいな話もなるし、はい、でも選手会が今やることは、はい、今このね、アメリカで一番話題になってる、ね、うん、サイン盗み、私たちはやりませんってメジャーがやる前にやってみろっていう、おー、日本はクリーンですよと、はい、選手会がもうね、うん、全員一致でやりません、うん、はい、強要されたらここはしますっていうぐらいの、これやってほしいですね、僕は今やることはそれやと思うんですよ。なるほど、現役ドラフトとかももちろんまあ話題になってるけど、ああ先にサイン盗みの方を片付けろと、ああそう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 、うん、でアメリカ、ね、あのアメリカのことでもね、自分たちに何書いてくるかも分かんないんやから、はい、いや私たちは日本はクリーンですよっていうのを、はい、訴えかけるには絶好のチャンスじゃないですか、はい、ね、佐々木チャンネルがアメリカのメディアに乗るぐらいですから、はい、
日本の選手会が発信したらアメリカのメディアでも絶対に乗っていって、じゃあアメリカの選手会もやれいいじゃないかって言って、うん、メジャーのファンの人も、はい、日本がやってるんやからっていう、うん、でいつもアメリカが決めたことは後追いで日本がやるんじゃなくて、はい、日本が決めたことは後追いでメジャーがやらすようにしていけばいいんですよ、うん、そうなってきた時に今選手会がやるべきことはこれですよ。私たちはサイン盗みしませんっていうね、はい、うん、これでもいち早く出してほしいですね。そうですね、そしたらもうファンの皆さんもね、日本どうなんやって疑う余地もないし、はい、そういうのを気にしないでできるわけじゃないですか、うんうん、でやってたやつがいたらもうクソですよ、はい、そいつはね、そうですね、もう個人の責任みたいなのがやる、うん、だからそういうのやってほしいですね、選手会には、うん、より良い、そのなんか形ばっかり気にするんじゃなくて、うん、より中身のある、うん、より日本のプロ野球が発展していく、その中で、まあ、選手がね、あんまりこうマイナスの面を受けないようにっていうところのより良いものを発信して、だから原監督もそうだけど、監督とかも、ね、いろんなところとかと話し合いながら、はい、せっかく作るんだったら、うん、すっかすかの中身じゃなくて、より良いものを作って、未来に向けてね、うん、まあ、もちろんこう新しくね、どんどんバージョンアップしていかなきゃいけないですけど、はい、作ってほしいですね、うん、慌てないで。じゃあ選手会に届けばいいですね。絶対見てると思うんで、はい。